むので、性格が良ければモテる、見た目よりも中身が大事、中身が良ければ見た目は関係ない。本当にそうでしょうか？実はいくつかの研究によって、見た目が悪くても性格が良ければモテるのか問題について答えは出ています。結論、見た目は大事です。とはいえ、戦い方次第で普通面以下でもイケメンに勝つ方法があります。というわけで、今回は見た目のマイナスを補って余る性格と戦略、とりあえずこの3つを磨けばモテは無双できる方法について見ていきたいと思います。普通面以下のルックスでも性格が良ければモテるのか、見た目より中身が大事なのは本当なのか、中身が良ければ見た目は気にしないは本当なのか、これについて答えを出してくれた実験があります。その実験はイースタンコネチカット州立大学で行われたもので、実験内容としては、まず女性たちに男性の顔写真を見てもらいました。で、男性の顔写真はイケメン、普通よりやや上のルックス、普通以下のルックスの3パターン、さらにそれぞれの写真にランダムで3パターンのプロフィール説明をつけました。プロフィールの内容は次の3パターン、信頼感があって正直、フレンドリーで頼りになる、陽気な性格でジョークがうまい。ちなみにこのプロフィールの3パターンは過去の調査により女性に好まれやすいと分かっている正直、親しみやすさ、陽気というモテる性格トップ3を織り込んだもので、女性にそれぞれの顔写真プラスプロフィールを見てもらい、魅力度を評価してもらいました。その結果、イケメンまたは普通以上のルックスが最も評価が高かった。イケメンプラスモテやすい性格の場合はさらに評価が高かった。いくらモテやすい性格を備えていても普通以下のルックスの場合は評価が上がらなかった。というわけで、普通面以下のみんなお疲れ様。この結果について研究者はこう述べています。女性が男性を選ぶ際にはある程度のルックスは絶対に必要。おそらく男性の外見の魅力は女性にとってゲートキーパーのような働きをしている。男性が最低レベルの身体的な魅力を満たしてからようやく性格の良さをジャッジする気になるのだ。今までの調査では女性は性格の方が大事と回答する傾向がある。しかし女性たちは自分たちがどれだけルックスに重きを置いているかに気づいていないのだろうとのこと。つまり最低限のルックスをクリアしていないと性格は見てもらえないというわけです。例えば飲食店なんかでも、いくら料理が美味しくて安くてサービスが素晴らしくても外観がボロボロで怪しくて何の店かわからないとせっかくの良さが伝わらないですよね。とはいえ、外観が悪くても人気のお店はあるし、普通以下のルックスでもモテている人はいます。なぜか。大きな要因の一つは社会的証明。要は偉い人やみんながいいと言っているものはいいものだろう、人が集まっているということは人気なんだろうと思われます。飲食店であれば口コミ評価が高かったり、行列ができていると社会的証明が働いて、それを見た人は興味を持って店に入ってみたり、その行列に並んだりします。普通面以下の人でもなぜか異性に人気だったり、イケメン美女の恋人がいると社会的証明が働いてモテます。これについては過去動画でも挙げた通り、モテるやつがモテるというモテスパイラル理論につながります。メスはイケメンと他のメスと交尾していた普通面がいたら、イケメンよりも他のメスと交尾していた普通面を選ぶ傾向が見られています。口コミ評価がないイケメンよりも口コミ評価が高い普通面の方が選ばれやすいのです。要は実際にモテることが最もモテにつながるという理論です。ちなみにこれは現状モテてないのに、モテたいならモテろって身も蓋もないじゃないかという話ではなく、モテる状態を作ってしまえばあとは勝手にモテが循環していくから、そのゼロイチを作ろうぜという話です。もっと言えば、実際にモテていなくても大丈夫、自信や余裕、慣れ感などでこの人はモテているんじゃないかと思わせることができれば、社会的証明が働いて実際にモテることができます。過去に上げてきた動画やこれから上げていく動画もそういった社会的証明を手に入れる武器の一部です。というわけで、一つ目の結論は社会的証明を手に入れよう、つまりモテようということでした。ここで一旦実験の話に戻りましょう。実験での結論は、最低限のルックスをクリアしないと性格は見てもらえない、イケメンや普通以上のルックスの方が人気、性格がいいイケメンはもっと人気ということでした。つまり二つ目の結論は、外見を磨こうです。そもそもの話なのでサクッといきますが、単純にどう考えても外見を磨いた方が磨かないよりは良くねっていう話です。もちろん外見が全てではありません。ブサイクでもモテる人はたくさんいるし、美女と野獣カップルもたくさんいますが、相対的に見た目が悪いより良い方がモテます。ブサイクでもモテる方法とか、見た目で人を選ぶような人とは付き合わないぜみたいなことに逃げるよりも、自分を磨いた方がいいと個人的には思います。とはいえ、実は普通面以下でもイケメンに太刀打ちできる性格があります。状況によってはイケメンよりも魅力的に見える性格、これを証明したのがロチェスター大学で行われたもので、女性たちにいろんな男性の顔写真と架空のエピソードを紹介して男性の魅力度を評価してもらった実験があります。で、架空のエピソードというのは、例えば川で溺れている子供を助けたとか、
助けなかったとか、ホームレスの方に食べ物をあげたとか、見て見ぬふりをして通り過ぎたとか、要は親切不親切を感じさせるエピソードで、女性たちに男性の魅力度を5点満点で採点してもらったところ、親切な人の魅力度は平均3ポイント、不親切な人の魅力度は平均 2.1 ポイント、イケメンの魅力度は平均 2.8 ポイント、ブサイクの魅力度は平均 2.2 ポイントという結果でした。つまりイケメンかどうかよりも親切かどうかの方が魅力度の点数に与える影響が大きかったということは、外見よりも親切さの方が大事だと示しています。ちなみに研究者曰く、イケメンと親切を比べた時は親切の方がより価値があるのだ。もっとも親切とルックスの両方を兼ね備えた場合、男の魅力度はさらに跳ね上がるとのこと。つまり親切な普通面以下は不親切なイケメンよりモテる可能性があるが、親切なイケメンにはかなわない。結局親切なイケメンが最強、まあ当然です。では普通面以下はイケメンにはどうしても勝てないのか。実はもう一つ、普通面以下でもイケメンに太刀打ちできるのではないかということを示している研究があります。これは加中科技大学で行われたもので、120人の男女に60枚の顔写真を見せ、それぞれのルックスに点数をつけてもらうという実験で、点数をつけてもらった2週間後にまた同じように点数をつけてもらいました。ポイントはこの時に、今度はこの写真の方はとても親切な方でというように性格の特徴を加えた上で点数をつけてもらった。その結果、何も聞かずに点数をつけた時よりも性格を知った上で点数をつけた方が魅力的だという評価がぐんと伸びたんです。ちなみにこの写真の方は気難しい方でと説明を受けたグループは全体的に点数を低めにつけられました。この結果について研究者曰く、人間はいい性質のものは美しいと考える傾向がある、魅力的なルックスにはいい性格が反映されていると考えるのだ。これはハロー効果と呼ばれる現象だ。私たちはつい人間の性格は顔に現れるものだと思ってしまうとのこと。ハロー効果とは、ある顕著な特徴に引っ張られて他の特徴への評価が歪められるという認知バイアス。例えば東大出身という特徴があると、たとえその人の中身を知らなくても、この人は人格者だろうとか真面目な人だろうと判断してしまうみたいな感じ。つまり親切な性格だと知った上で顔写真の魅力度が高まったということは、親切な性格という顕著な特徴を知った人はいい性質のものは美しいと考えがち。つまり親切な性格のハロー効果に引っ張られてルックスも美しいと評価したという感じ。というわけで3つ目の結論は、親切さを磨こう。ちなみに別の研究ですが、長期的な関係の場合は外見よりも中身を重視する傾向があることが分かっています。つまり友達関係やコミュニティ内であれば外見で劣っていても中身で勝負ができる。しかも親切度と過去の生体験を調べた研究では、親切な人はそうじゃない人に比べて生体験の数自体も経験人数も多いことが分かっています。つまり親切が最強。というわけで、見た目よりも中身が大事は本当なのかという主題で見てきましたが、ここから見えてきたのはモテの本質でもあります。つまり見た目が良く親切でモテる男が最もモテる、この3点を磨くことでモテは作れるというわけです。結論、親切でモテるイケメンが最強。それでは次の動画でまた会いましょう。